discharge。 そっちがその気なら俺も容赦しない。せっ、もしや話を聞いていなかったのですか。聞きませんよ。おじさまの剣を弾いた。そんな、私の未来を切るなど馬鹿げたことを考えますね。実に傑作だ。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はソードアートオンラインアリシエーションリコリスの方、前回の続きからやっていきましょう。まあ少し期間空いたのであらすじを見て私もちょっと思い出したとこです。まあハーシリアンとの戦いではまあキリトさんしかまあ攻撃ダメージにちゃんと与えられそうなやつはいませんでしたね。ベルクーリさんの剣も弾かれたとこを見ると今んとこ対応できそうなのはキリトだけということなんでしょうかね。今回は、シェータさんを助けに谷までやってきました。槍を手に入れて谷に入れるようになったんで、これで助けに行けるはずです。ちょっと長慢しようかなと思ったけど置いていきましょう。さあ上の方まで来たけど、これは行けなくない？これあれか、また鞭使えってことかな。あったあった、これだ。で、あとはスキルで、キャッチムーブで、あ、違った、間違えた。ここでいいよな。微妙に狙いは外れてないか、心配だけど。よし、いけた。いや、ミスって落ちたら大変そうですからね。よし、これでいこう。あれ、片手剣になってる。いや、少し転送してみたんですけど、今の敵どうやらレベル70ですね。ちょっととてもじゃないですけど倒せません。というわけで退却。しかも武器外したら二刀流できなかった。よし、戦闘中は変えられないんでね。ここ降りてきゃいいのか。直接なんか飛んでいきたいけどな、飛べないよな、さすがにこの距離は。あはは、また使わなきゃいけないの。え、これぐらいジャンプでもいけない？ダメかな。そう、せっかく無知に変えたのによ、また結局無知にしなきゃいけないっていうね。よし、OK。ちょっとこのまま無知でいくか。いや、ダメだな。戦闘あるな、きっと。ちょっと面倒ですけど、ちゃんと戻しましょう。よし、行こう。早くスターバーストストリーム使いたいんですけどね、もうちょっとだと思うんですよね。少しずつ熟練度上がってるから、もう少しで。とお見せできるはず。まあちゃんとクエストサブクエストやってりゃ今頃使えてたのかもしれないけどね、あんまり時間がないから最近は。さあクエスト見ていこう。今の声って魔獣なんかの火じゃない。みんな警戒しろ。キリト君、なんて大きさなんだ。今までに見てきた魔獣とは明らかに違う。有無を言わせず数形を抱かせる仕様、これが。ああ、守護竜だ。何じゃ、いかなる理由があってこの地へ足を踏み入れた。人間の言葉を。俺たちは雷を止めるためにここへ来たんだ。原因はあんただろ。すぐに雷を止めてくれ。雷を止める？なぜだ？決まっているだろう。雷によって多くの人たちが被害に遭っている。人々だけではありません。獣や植物も
このままでは落雷で何もかも焼き払われてしまいます。だから何なのだと我は問うている。この大地とそこに住まうあらゆる生命は我バレントールの所有物に過ぎる。故に我の下す選択はこの土地における摂理に等しい。落雷もその一つ。何者をも異を唱えてはならぬ。それじゃ僕たちはどうすれば。決まっておろう。焼かれよ。それが我の選択に対する何時らのすべきことだ。そんな、あなたは人々から崇められ、そして人々を守る存在なんでしょう。だから銀紫蘭の槍を人々に与えたんじゃないのですか。銀紫蘭の槍、そうか、それを使いこの峡谷へと入ったのだな。確かに我はあの槍を貴様ら小さき者どもへと与えた。だが今になって分かった。あの選択こそが我の犯した最大の過ちであったと。過ちなんかじゃない。あんたは間違いなく人々の守護者だったはずだ。守護者だと？このバレントールをくだらぬ役割で呼ぶな。我はこの地の支配者なのだ。守護ではない。我は所有物の維持を繰り返したに過ぎぬ。だがそれも過去のこと。我は過ちを正す。あんたの目的は一体何だ。この地を、生命を再び我の支配下に置き、正しい状態へと戻す。そのためにこそ雷が必要なのだ。破壊によって異譜と進歩を生み出す。それこそが我の選択なのだ。そんなことさせない。たとえあんたが守護竜だろうと、支配欲のためだけに命を好き勝手に扱う奴を許すわけにはいかない。その自意識こそが何時ら種族の欠点なのだ。大いなる力による絶対的な支配、それこそが秩序を形成するのだ。さあ小さき者どもよ、覚悟は良いな。その過当な命を消し炭へと変えてやろう。さあボス戦になっちゃいましたね。西の守護竜バレントール、まさか戦闘になると思ってなかったな。もっとすんなり話が進むかと思ったのに。こりゃまるでモンハンだな。すごいサイズだ。まあ、救いはまだ相手がちょっと鈍いことぐらいですかね。攻撃力は高いのかもしれないけど。よしよしよし、かなり減った。オッケー、今だ今だ。全員で一気に仕留める。さあ、だいぶ削ったぜ。今思ったら味方、アリスしか組み込んでない。なぜ？イベント積んだ時になんかおかしくなったか。やっと倒した。また貴様らは奪うのか。この地は我の。支配すべきはこのバレントール。誰も奪いはしないさ。ここに住む人たちはあんたが偉大であることを忘れてなんていないからな。それは
この地に住む人にもらったんだ。何でも雷が落ちた木をお守りとして使う風習があるとかでさ。これはあんたへ崇拝と雷への畏怖が残り、きちんと人々に受け継がれている証拠だ。そんな人たちをあんたはまだ苦しめようとするのか。小さき者どもよ、なんじらは常にそうであったな。自然の最悪に抗いながらも時に崇拝し、我を恐れると同時に雷を美しきものと称す。まったく理解しがたい種族ゆえに、我は何時ら人間に惹かれたのだ。我をはじめとするあらゆる動植物、神獣さえもが持ち得ぬたくましき生命の輝きを持つ人間、それを守ることが我の誇り。そうまで言うのなら、なぜ人間を苦しめて支配しようとするんだ。言ったであろう、大いなる力による絶対的な支配こそが秩序を形成すると。一時の苦痛などさまつな問題でしかない。そこまで言い切るのなら、なぜ雷を町や村に落とさなかったんだ。無論それも考えた。完全なる支配のため、直接人間に手を下そうと。だがそれを試みる段階になるたびに、我の中にある何かがそれを拒否した。いや、正確には我の中にかつてはあった何かがそれを拒否したのだ。かつてあったもの、それは一体。わからぬ。だがそれでよい。支配を果たせず、こうして小さき者どもに敗北した今、我に介護の念は一つもない。抱くのはただ不思議なほどの安堵。なんだ。竜とはこうも脆弱な存在だったのでしょうか。舞台装置としては派手な割に随分と失望させてくれます。期待外れもいいところだが、まあいい。わずかながら時間を稼いでくれたことですし。バレントールは敗北を認めていた。なんでとどめを刺したんだ。逆に聞きますが、なぜ生かす必要があるのです。全ての生命には等しく幕引きの瞬間が存在する。それに浅ましい動物風情が人語を話すなど、最高司祭様への冒涜だとは思いませんか。冒涜？一体何を言ってるんだ。聞くところによると、この守護竜とやらは妙な知能を持ったがゆえに、遠い過去に最高司祭様を罵ったそうです。この卑しく無価値な肉の塊がこれ以上人化にとどまり続けていても意味がない。妙な理屈はいい。ここに来た目的を教えろ。目的？はて、何のことでしょう。お前はこれまで聖豪騎士にディープフリーズを使い、カラントで拘束してきた。目的は何だ。お前ごときの滞在人に答える必要などありません。それじゃあ無理やりにでも答えてもらう。
以前会った時に分かったでしょ。あなたの剣は私には届きません。そんなことやってみないと分からないだろう。今度こそお前を斬る。ではどうぞ好きに試してください。せえ、ほら言ったでしょう、所詮あなたの剣は私の真意の盾を破るには至らないのです。とはいえ邪魔をされれば困る。真なる盾にあなたのお相手を務めてもらいましょう。それではどうぞ旧友との再会を楽しまれるといい。救世主様、そして許されざる大罪人よ。待て、エディナ。私は民を導く救世主としてお前を止めてみせる。我が生涯最初で最後の友よ。ここで決着としよう。本気なのか。冒険者たちよ、決して私とこの者の対決に手は出すな。だが他の反逆者たちが先に進むことを何があろうと許すな。いいな。はい、メディナ様。メディナ殿。メディナがその気なら俺も本気で行くぜ。さあ1対1だ、勝負だメディナ。さあどんなタイミングで攻撃してくる。あぶねえ。いやメディナさんなかなかしぶとい。よし、ここで一気に決めれるか。さあ、これで一気に決める。どうだ。よし、かなり入った。よっしゃ、あと少し。あと 30% ぐらいか。大振りした時はチャンスだな。よし倒した。負けてたまるか。メディナ、お前は一体何のために戦ってるんだ。最高司祭様を復活させ、オルティナノスケの汚名を返上する。私に残された最後の希望、私の存在意義はただそれだけだ。本当に本当にそれだけがメディナの存在意義なのか。そのためにメディナは冒険者を何もかも犠牲にするのか。そうだ、だから私はお前ですらどうなってもいいんだ。くそ、なぜ届かない。私は所詮欠陥品ということか。違う、欠陥品だからじゃない。今のメディナが本当の目的を見失っているからだ。私は何も見失ってなどいない。国に入った時から、父を失ったあの時から、私は何も変わっていない。私は冒険者たちと共に必ずやオルティナノスケの汚名を注いでみせる。だがそれは皆の方針ではない。彼らは私が接触したことで従っているだけ。彼らの目的、それは私に触れられることで書き換わる。今の彼らは私に従う人形も同然。自分の意志と目的を忘れ、ただひたすら私に奉仕しているのだ。疑う感情すら失って、今だって
自分の意思で行動しているわけではない。ただ戦いに手を出すなという指令を守っているだけ。彼らの意志は私の目的と同じものとなる。だが私の本当の目的は、私が目的を達成するためにしていることを。犠牲をいとわず行動する。それが間違えたと説教を垂れるというのか。笑わせるな。私は滞在人であるお前を倒さなければならない。お前にあの花を切らせるわけにはいかない。エディナ、キリトは滞在人、倒さなければオルティナノスキに未来はない。メディナ、本当にすごいな。私の意志など、この男と過ごした時間も何もかももはや関係ない。大切なのはただ一つだ。まず邪魔をするなと言ったはずだ。その人は新聖術の詠唱を始めていました。攻撃ならばメディナ様に当たっていたかもしれません。そんなことは理由にならない。お前は私に歯向かうのか。一体なぜだ。命令したのにどうして逆らう。私はあなたの友達だからです。友達なら友達になってくれ。思えば同性の友達などできたことがなかったからな。友達ですね。わかりました、救世主様。私とあなたは今から友達です。そうだ、あの時は命令ではなく皆にお願いをしていた。いつしかそれが命令になり、そしてメディナ、まだ間に合うぜ。何がだ。メディナが本当にしたいことは一体何なんだ。こんな風に人を利用して何かをつかみ取ることなのか。メディナが本当に望むことは。私の本当に望むこと、それは望むように生きなさい、メディナ。私は家のことなんてどうだっていいんだ。お前が望むように生きてさえくれればそれでいい。そんなのとっくに分かってる。自分が何を望んでいるかなんて、でも許されるはずがない。今さら本当に大切なものを選ぶなんてできるはずがない。あなたに謝りたいことがあります。いえ、これは私がずっと言いそびれていたことです。一体何です。ルーリットの村の一件であなたを一方的に問い詰めてしまった。私はあなたが抱える苦しみには寄り添えませんでした。そして彼らの認識を変え、命令で従わせるあなたを一方的な悪だと決めつけてしまった。あなたから見れば確かにその通りです。私は自分が完全に正しいとは今や思わない。ええ、人は皆同じです。誰しもが自分の正義に従っているのみであり、完全に正しくはない。アリス様、聖号騎士である私にも確かに失ったものがあり、犯した罪があるのです。後悔していることもある。真実を知らぬまま人の意志に従って戦い続け、救うべき弱き人を救えなかった過去もある。そうして失ったものを取り戻すことも、
過去の罪を消すことももう二度とできはしません。あなたが罪を犯した？そんなはずはない。いいえ、私もメディナ殿と同じ一人の少女なのです。友と過ごす時間に喜び、自らの過ちを悔やんで涙することもある。それでも私は自分が守りたいと願うもの、そして自分の力ではこの世界に抵抗できない人々のために戦うと決めました。それが大いなる力を与えられた聖号騎士としての使命であり、何より私自身が望むことであると気づいたためです。あなたを守った少女は本当にあなたを慕っているようでした。あなたもまた仲間や友人と大切な絆を築いたのでしょう。でもそれは昔あなたが言ったように本心などではない。みんな私の力でそう思い込んでいるだけです。確かに昔はそう思いました。でも今は違います。あなたには打ち明けます。どうか他の聖号騎士には内密にしてください。何？ルーリットの村にあるおてんばな少女がいました。彼女は神聖術師見習いとして勉強に励む日々を送っていた。毎日親友の少年たちにお弁当をたっぷり作って持っていき、二人と一緒に遊べる安息日を何よりも楽しみにしていました。ですがある日、少女はとある罪を犯してしまい、それが原因でセントラルカセドラルへと連行された。そんな、禁忌目録を破ったというのですか？ええ。そして少女は最高司祭様に大切な記憶を奪われ、新たな人間に生まれ変わることを強いられました。それがアリス・シンセシス・サーティ、最高司祭様に作られた甚大な力を持つ聖号騎士という名の兵器、つまり今の私です。え、私はだからこそあなたの接触を見た時、違う人間に作り変えられた自分と冒険者たちを重ねてしまった。故にあなたの行動を咎めてしまったのかもしれません。私こそそんなことも知らずあなたにひどい言葉をかけてしまった。いいえ、それに私はあなたと関わったことでより自分を見つめることができた。偽りの人格と行動理念を植え付け、大切な記憶を抹消する。その儀式の残酷さは計り知れません。ですが聖号騎士の身にならなければ出会えなかった人たちや得られなかった絆、失った代わりに手に入れたものもある。私はこの魂がたとえ作られたものであっても今の人格を否定したくない。そんなことは取るに足らない小さなことです。あなたは最高司祭様を許すというのですか？大切な思い出も自分という存在も奪われたというのに。ええ、私が過ごした時間、記憶、気づいた絆は作られた偽りなどではない。それを否定することは聖号騎士という存在そのものを否定することです。今の自分を受け入れるからですか？ええ、だから私はあなたのことももう一方的には否定しない。あなたもあなたが信じる者のために戦えばいい。それがあなたの正義であり望みならば、その時はお互いの正義のために正々堂々と戦いましょう。メディナ・オルティナノス殿。私の正義、私の望み。メディナ、俺はメディナとまたもう一度一緒に歩きたいよ。キリト、メディナがそれを望まないなら強要はできない。でも
俺はやっぱり諦めたくないんだ。メディナは大切な仲間だ。今も信じてる。本当にバカなやつ。なのになぜお前は私の望みを理解しているんだ。私の望み、それは加盟を取り戻すことでも、偽りの軍勢を率いて称賛されることでもない。お前からの信頼を受けて共に戦うことだったんだ。なんだこの子は。なぜこんなにも地面が揺れて。おそらく最高司祭様の生命の源が揃ったのだろう。どういうことだ。私たちはカラントの身をカセドラルの秘匿領域に収めていた。あれは最高司祭様のために集めた新勢力が満ちていっている証拠だ。くそ、だがどうしようもできないし、今シェーダだ。メディナ、悪い、通してくれないか。敗北したのだから従わざるを得ないな。みんな開けてやってくれ。ありがとうメディナ。それからさ、やっぱりメディナの件すごかったぜ。久しぶりに立ち会いできて嬉しかった。のんきなことを。お前は本当にムカつく英雄だ。シェータ！やっぱりハーシリアンはもういなかったわね。メディナを足止めに使って逃げるなんてずるいやつだわ。今はそれよりシェータのディープフリーズを解かなくちゃよね。システムコール。切って切って切り続けなさい。その血塗られた道の果てにのみ、あなたの呪いを解く鍵があるかもしれないわ。適当なことを。適当かどうかはあなたが確かめるしかないんじゃないの。最高司祭様、久しぶりね。ずっと眠っていて起きた感想はどう。未だになれない。でも悪くはない。そう、あなたに聞きたいことがある。何かしら。なぜ私に黒百合の剣を与え、あんな言葉を残したの。私はあの言葉について考え続けることになった。今もなおひたすら敵を切りながら考えている。あなたはどう思いたいの。どうとは。あなたはある期待を抱き続けているわね。殺人衝動という呪いを解くことができるという期待。そうかもしれない。私の言葉が真実だ、そう思いたいんでしょ。おバカさんね。私は最高司祭アドミニストレーターよ。そんな優しい言葉書けるかしら。わからない。あなたは美しく残酷、でも時折妙に優しかった。目的が何にせよ、私の殺人衝動を受け入れてくれたのは今のところあなたともう一人ぐらい。そう、ならば好きに解釈なさい。所詮私はお前の記憶の中のアドミニストレーター。お前の記憶に残っていることやお前が望むことぐらいしか言えないのよ。
ならばなぜ私に語りかけてくるの。早く、私は戻らなくちゃいけないの。ねえ、私にいい考えがあるのよ、シエタ。今度こそ試してみるの。本当にあなたが戦いの果てに見つけられるものがあるかどうかを確かめるために。何？さあ、目覚めなさい、シェータ。そして戦うのよ、あなたが求めるもののために。私が求めるもの、私は、私は。かわいいお人形さん、あなたはその手を血に汚してこそ自らの価値を証明できるの。シエータ殿、シエータ！私は切って切って切り続ける殺人人形、それが私の存在意義。シエータ、まさか本気で。やっぱりパイエディモジュールの影響か。シエータ、俺が分からないのか。どんなに硬くても必ずや切ってみせる。そうか、上等だ。来いよシエータ、必ずお前を正気に戻す。さあ、今度はシェータさんと、また1対 1？ さあ、どんな動きをしてくるかな。あんな剣だからね、やっぱ突きが基本的な攻撃かな。なんだろう、横のステップしか基本してこないな、今のとこ。よし、3攻撃で避けを取って少し一気にダメージを稼いでいこう。さあ、フィニッシュアーツはたまった。さあ、攻撃してこい。さあ、スパゼリアになれば。よし、オッケー。よし、これで一気にいけるはず。これはさすがにかわせない。さあ、前段ヒットだ。よし、一気に削った。なんとかしのいだ。通常攻撃で倒しちゃったな、最後は。さすが、本気のシェータは強いな。シェータ殿と本気でやり合うなど、キリト、あまりに危険です。いや、俺たちだけで決着をつける。大丈夫だ。そんな。なあ、前に戦った時も楽しかったよな。シェーター、やっぱり強いぜ。私はただ自分を満たすものを見つけたいだけ。だから戦っている。今も体中を満たすのは殺戮衝動。やはり私の存在意義を切り続けること。そんなことあるもんか。思い出せシェーター。シェーターが本当に求めていること。私が本当に求めていること。ああ、殺戮。目の前にある命を奪い、枯らす。どうして。やっぱり止めれただろう、シエタ。何を言っているの。シエタが求めることは誰かを切り続けることじゃない。そうだろう。そう、私はいつか切りたくないものを見つけたい、そう願っていた。
キリと。私、一体。よかった。今の声、メディナか？急ぎ戻りましょう。ずいぶんとしぶといですね。他の者たちはあっさりと死んでくれたのに。救世主様、来るな、逃げてくれ。あなたを生かしておいて正解でした。お前、最後の希望を断ち切れば救世主様のこんな顔が見られる。共演を盛り上げる歯車となってくれたことを感謝します。メディア、今助ける。来るな。つくづく愚かしい女ですよ。再びここへやってきた私をこのゴミクズどもと足止めしようとした。しかもそれが本当の目的だと気づいたなどと生意気なことをほざくではありませんか。虫唾が走ってたまりませんでしたよ。本当に五代目当主に顔も何もかもそっくりだ。エディナ、逃げてくれキリト。こいつには攻撃が届かない。お前たちだってきっと。傑作、まことに傑作だ。救世主様、低俗な裏切り劇に自ら幕を下ろすとは。どういうことだ、お前一体なぜここに。私が戻ってきたのはいずれにせよこの救世主様に引導を渡すためです。これまで冒険者たちを導いてくださりありがとうございました。もうお前は用なしです、メディナ様。お前の目的は冒険者たちを利用し各地の魔獣を倒させる、カラントミ、つまり新勢力を集めること。そうだな。ご名答、滞在人のくせに小賢しいまでの知能ですね。最高司祭様を蘇らせるためにはより多くの新勢力が必要。あの傘はその命を吸い上げるためにあるものだ。傘、カセドラルシダーを追え、網目状の傘のことか。お前はそのためにメディナ殿を利用した。ええ、おかげさまで新勢力はほとんど集まりましたよ。必要なものはあと一つだけ。そのかけらさえ集めれば完璧です。なぜ最高裁様をよみがえらせれば深海を救えると言ったのに。自分に都合のいい理由付けを行ってごまかすのはやめにしたらどうですか、救世主様。いえ、あなたは世界を救うことなど一瞬たりとも考えたことがない偽りの救世主だ。お前、お前たちもご存知ですよね。彼女がお前たちを裏切って行動した目的はオルティナノスケの汚名を注ぐためです。口では人界を真に救うためだのなんだの言っても、彼女が行動したのは私がその報酬を提示したからなのですよ。たとえそうだとしてもこんなことをしていい理由にはならないわ。ああ、そろそろ真実を教えましょうか。死ぬ前に教えた方が楽しめますし。メディナ・オルティナノス、欠陥品のお前がしたことは全て無駄ですよ。私を騙したのか。最高司祭様復活のためにその能力を存分に利用させていただきました。お前はオルティナノス家最後の当主ですからね。かつてのように遊んであげたくなったんです。どういうことだ、お前は一体何者だ。お前の手で仲間だと錯覚しているお人形たちの多くを壊させ、その安い絆を破壊する。そして彼らの耳に人海人をおとりにする知恵などを吹き込んで犠牲者を出したのも私です。全てはお前に罪を負わせて苦しめるために。そんな嘘だ。
そしてこれが最後の仕上げのはずでした。お前のお友達ごっこをしてくれた滞在人と争わせ、万が一お前が自分の手でこの男を殺すようなことになれば、私が全て種明かしをした時、どんな傷ついた顔を見せてくれるのか興味があったのですよ。完全に狂っていますね。出来損ないの人形風情がうるさいですよ。何？ああ、それからメディナ様、最高司祭様は蘇ったの。おそらくは人界の人々を救いません。いえ、正確にはソードゴーレムという何百人もの人間を素材にした武具を作り、人界を救うおつもりです。その手伝いができてよかったですね。なんだと。しかし最高司祭様はあの時最上階で約束されし救世主よ、私を助けてください。人界の人々を救うために。その声、声色を変えることなど簡単です。これちきでよく騙されてくれましたね。もしメディナ様がお友達を殺した場合は、その功績を散々褒めたたいた後に真実を知らせるつもりでした。そしてその絶望した顔を眺め楽しもうと思っていたのに、どうやらそれは失敗してしまったようです。しかしもう用済みであり、お前が冒険者どもの首領である以上、私にはすべきことがある。冒険者一人一人殺すのは骨が折れるので、司令塔に潰れてもらいます。さあ生き絶えるがいい、メディナ・オルティナノス。こうなったのも当然の報いだ。私はキリトを信じられず、自分の仲間も信じられず、死なせてしまった。すべて受け入れよう。せめて私の死をもって償う。なぜ生きている？キリット。小ざかしい。お前の攻撃は届かないと言ったのになぜ抗うのですか？決まってるだろ。俺はメディナの友達だからだ。虫が走る。偽りの救世主に薄汚い滞在に。ディスチャージ。そんなに遊びたければ遊んで差し上げます。しかし勝負は見えていますが。まさか真意の盾を破ったというのか？メディナを利用し傷つけたお前を許すわけにはいかない。面白い。だがここは一旦引くとしよう。メディナ、無事でよかった。どうしてだ。何が？どうして私をかばったりなんてした。私はお前を裏切ったのに。俺が勝手に関わりたいと思ったからだ。ムカつく。その言葉久しぶりに聞けて嬉しいよ。キリト君、治癒するね。メディナ殿。何ですか？私たちと共に対策本部まで帰ってくれますか？あなたに聞きたいことがいろいろとあります。それが許されるのであれば。当然です。あなたは私たちの仲間なのですから。アリス様。一緒に帰りましょう、メディナ殿。
みんな私のせいで。共に皆さんのお墓を作って弔いましょう。ああ。キリトはアスナたちが見ています。なので私が手伝います。ありがとう、アリス様。その後、私たちは協力して冒険者たちの墓を建て、彼らを弔った。メディナ殿は彼らの死を悼み、そしてその墓前で静かに誓いを立てた。みんな、すまなかった。みんなの死は私に責任がある。すべては私が自らの力の使い方を誤り、そして仲間を信じきれなかったからだ。愚かな私を許してくれとは言えない。私はこれからもその罪を背負っていく。償いになるはずはないが、もうこれ以上の犠牲を出さぬよう、あいつと戦い、そして人界を救ってみせるよ。だからどうか見守っていてくれ。きっと届いていますよ、アリス様。さあ、名残惜しいですが行きましょう。はい。そして私たちは傷ついたキリトが目を覚ますのを待った。目を覚ましたか。俺どれぐらい寝てた。だいたい半日ぐらいだ。奴の攻撃がよほど響いたらしいな。アスナが治療したというのに。メディナ、服に血がついたままだ。あれから着替えてもないのか。もしかしてずっとここにいてくれたのか。ずっとじゃない。アリス様と一緒に冒険者たちを弔ってからここに来た。そっか、疲れてただろうに。ありがとな、メディナ。礼を言われる寿司合いなんてない。何より間違っていたのは私だった。ハーシリアンの言葉に乗せられてお前を切ろうとするなんて。俺にも原因はある。アドミニストレーターのことをメディナに教えてあげられなかったからな。教えて。学院を去ったお前とユージオに何が起きたのかを。分かった、アリスも呼んで一緒に話してもいいか。もちろんだ。それは全て真実なんだな。なあ、だから俺はアドミニストレーターを殺したんだ。本当はメディナが対策本部に来た時点で話すべきだったけど、聖号騎士以外の人海人に耐えられるような内容じゃないと思ったんだ。だから混乱を防ぐために情報を隠した。確かに信じがたい事実だ。以前の私が聞いたらきっと混乱どころじゃなかったかもしれない。お前の判断は間違っていなかったと思う。でもメディナに対して隠し事をしていたのは事実だ。すまなかった。私にも謝らせてくれ。お前に剣を向け、最高司祭様の復活に手を貸すなど。私も騎士でありながら最高司祭様の悪事に気づくことができませんでした。ですから自分を責めるのはやめるべきです。それにあなたは私たちの仲間です。無事でいてくれただけで十分です。うん、
ずっと待っていたんだから、いつか必ず戻ってきてくれるって信じて。そうだな。おかえりメディナ。私はお前たちのことを信じられなかった。それゆえに大切なものを見失い愚行に走ってしまった。そんな私をまた迎え入れてくれるのか。ああ、もちろんさ。相変わらずだなお前は。ムカつくが、今は感謝する。みんなもありがとう。もう一度私を受け入れてくれて。これでまた一緒に戦えるな。ああ、今度こそ正しいことのために力を使いたい。償いになどなるはずもないが。メディナ。ハーシリア。みんなを殺したあいつが深海の人々を脅かすのを黙って見てはいられない。だから私は戦うしかない。それが今の私にできる唯一のことなんだ。そうだ、大切なのはこれからどうするかだからな。それにきっとメディナの思いは死んだみんなにも伝わるさ。そうだろうか。ああ、前を向いて歩いていくしかないよ。そうだな。ハーシリアンか。許せないよ、メディナさんや冒険者の人たちにあんなひどいことをするなんて。アスナの言う通りです。あの者の修行を感化しておくわけにはいかない。しかし真意の盾を使い聖豪騎士に勝るとも劣らぬ実力を持つ相手とは厄介極まりない。とにかくあいつは危険だ。聖豪騎士や近衛兵にも十分に注意するよう伝えておいてくれ。ああ、伝えておく。とはいえハーシリアンの目的と行動についてもう少し意見を出し合った方がいいだろう。そうじゃな。そやつの次の行動が読めれば対応もしやすい。メディナも辛いかもしれないが、やつに関して覚えている範囲で情報を出してくれ。はい、お気遣い感謝します。よし、早速だが会議を始める。ハーシリアンの目的と行動について意見を出してくれ。あの、なんだ。ハーシリアンの言葉、正確には新勢力はほとんど集まりましたです。ほとんど。それじゃあまだあいつの目的は完全に達成されたわけじゃないのか。おそらくそうだと思う。では残りの新勢力収集を阻めば最高司祭様の復活を止められるかもしれません。となると奴がどこで新勢力を集めるかだな。奴の口ぶりから察するに状況は相当に深刻じゃろうな。そうですね。新勢力を集めるという目的を達したのなら次なる行動に移るはずです。ああ、これまでのようにガラントを切るだけじゃダメかもしれんな。これまでキリトたちによって南、北、西帝国のカラントコアが切られました。三帝国で新勢力を集めることは困難となれば、東帝国に新たなカラントが作られている可能性が高いということですね。カッカ、急いで東帝国へ人を使わせ
カラントの有無を確認しましょう。ああ、緊急のご報告です。なんだ？東帝国で2つの事態が起きているようです。東帝国？聞かせてくれ。はっ。1件目ですが、東帝国で複数人の衛兵や近衛兵の失踪が起きているようです。2件目は精度の低い情報なのですが。構わねえよ、そのまま続けてくれ。東帝国で黒い鎧を全身にまとった騎士の目撃情報があると。黒い鎧の騎士？聖護騎士の一員か？いえ、まさか。暗黒騎士だ。おじさま、ですが暗黒騎士は？ジャイアント族がカラントで蘇ったんだ。過去に人海侵攻に失敗した暗黒怪人が他にもいて、今になって蘇った可能性は十分にある。そうですね。これでハーシリアンが東帝国で新勢力を集めていたことが分かった。ケイトたちはカラントを探し、新勢力が吸収される前に切ってくれ。もう後がありません。これまで以上に素早くカラントを見つけなければ。メディナ、冒険者の力を借りられないか？彼らにカラントの捜索を頼めれば効率はかなり上がるだろう。もちろん可能です。ですが今のままではダメです。アリス様に指摘されたように、私はお願いと称して冒険者を強制的に従わせてきたようなものです。しかし彼らを指揮する立場である私がハーシリアンに惑わされ間違った選択をしてしまいました。そんな私がこれ以上無理に命令を下すことはできません。だから彼らの意思について確認したいのです。彼らが私と共に歩んでくれるかどうか。メディナ殿、あなたの選択を尊重します。彼らに問い意思を確かめましょう。ありがとうございます。では冒険者を集めます。みんな、私はこれまでみんなを、これまで私は私、ああ、勇気を出して。私たちがそばにいるから。ただ素直に気持ちを伝えれば大丈夫なはずです。恩に着る。私はみんなに謝らなければならないことがある。それは私の持つ力についてだ。みんなに自覚はないかもしれないが、私は触れることで相手に忠誠心を抱かせることができる。だからみんなが私に向ける敬意や救世主という呼び名は作られたものだ。私はこの力で無理やり与えた忠誠心を利用し、長い間みんなを従わせてきた。だが気づいたのだ。そんなことをする権利など私にはないと。本当にすまない。私にみんなの上に立つ資格などない。今の話は本当なのか？ああ、事実だ。俺たちは救世主様に操られていたってことか？そうだけど、俺はそうは思えない。俺はこの世界で目覚めてからずっと自分のやるべきことが分からなかった。わずかな記憶と戦うべきだという気持ちに従い、不用意に人間を傷つけたりもした。それが悪いことなのか正しいことなのか判断することもできなかったからだ。そうやって自分が戦う意味を探していく中で救世主様に出会ったんだ。確かに無理やりに与えられた命令かもしれない。そこに俺の意思はなかったかもしれない。けど俺は戦う理由をもらった。俺たちはこの世界での意味を手に入れた。私も
この世界でどうして生きていけばいいかわからなかった時、声をかけていただきました。俺もそうだ。無理やりなんかじゃない。救世主様に喜んでもらえるのが嬉しくて一緒にいたんだ。みんなそこまでの思いを。私たちだってそうよ。大切な人がいてくれたから、その人を守るためにこの世界へ来ることができた。はい、それが私の目的であり、この世界での意味です。でもだからといって、それを果たすために誰かを傷つけちゃダメよ。キリトさんだってそんなことを望んだりはしませんもんね。だからメディナも、彼らに意味を与える立場でいるなら正しく導いてあげて。はあ、分かった。みんな、これまで私を慕ってくれてありがとう。システムコール、アングループアレイメンバーズ。今の術式は？冒険者のグループを解除する術式じゃ。戻ってきたメディナに頼まれ、先ほどモジュールについてさらなる調査を行った結果、その機能が冒険者の所属グループを変更するものだと分かった。つまり冒険者をメディナを救世主として慕う者というグループに設定することで、彼らはメディナを救世主として扱い、メディナに協力するという行動原理を得るようじゃな。今の術式はそのグループを解除するものか。うむ、メディナは冒険者と本当の意味で対等になるため、その術式を求めておった。たとえ冒険者は自分の元から去る結果になったとしても、それが正しいことだと考えたのじゃろう。そうか、なら俺たちは見守ろう。今のは私がみんなに強制的に与えた忠誠心を解くための術式だ。これでみんなは自分の意思を得た。自分の意味も戦う理由も好きなように決められる。もう私を救世主と崇めて従う必要なんてない。その上で今度はみんなと同じ立場で、同じ一人の人間として頼みがある。力を貸してほしい。私一人では無理だ。みんなの力が必要なんだ。これは命令ではない。それぞれの意思に従って断ってくれても構わない。だがもしもそれでも力を貸してやってもいいと思える者がいたら頼む。怒りも阻止にも受け入れる。頼む、助けてくれ。もちろんだ、救世主様。あ、いや、メディナさん、さっきの新生術はちゃんと効いているみたいだ。今の俺にあんたへの忠誠心はないけどな、変わらないんだ。自分に意味を見出してくれたメディナさんへの感謝と一緒に旅をした思い出は変わらず残っている。これからは友達だ、メディナさん。友達、みんなありがとう。次の日。よう、アリス。こんにちは、キリト。そうだ、この後何か予定はありますか？何もないけど、どうしたんだ？これから鍛錬に行こうと思っているのですが、キリトも一緒にどうですか？そういうことなら喜んでお願いするよ。決まりですね。それでは行きましょう。やっ、あっ、うん、参った、俺の負けだ。ええ、そのようですね。やっぱりアリスは強いな。同じ牧犬のはずなのに一撃の重さがまるで違う。どうしたアリス？キリト、
今の立ち合い、本気で剣を振るっていましたか？ああ、そのつもりだよ。おかしいですね。あなたの剣がこの程度とは思えないのですが。いや、そんなもんだって。とぼけないでください。手加減しているでしょう。まさかそんなことは。今私の右目を見ましたね。もしやこの傷を気遣って手を抜いたのではありませんか？なあ、そうだけど。でも。でもも何もありません。余計なお世話です。余計なお世話って。この目を失った時にも言いましたが、私は氷教会と戦う決意の証として右目を治さなかったのです。最高司祭様が生きている可能性があるのならば、決意を維持するためにも右目はこのままにしておくのが道理。それとも片目が失われた程度で私の剣が鈍るとでも？もしそうなら、分かってもらえるまで剣を交えるまでですが。アリスの剣に疑問を抱いたことはないよ。初めて打ち合った時からそれは変わらないし、むしろ以前よりも鋭くなっていると感じるくらいだ。だからこそアリスの決意と右目を治さないことはもう関係ないというか。まだ言いますか？これ以上の議論は無意味です。アリス。それでは失礼します。鍛錬に付き合っていただいたことには感謝します。ちょ、待ってくれ。まだ話は。言ってしまった。追わんでいいのか？ガーディナル。やれやれ、頼りないやつじゃな。一体いつからいたんだ？二人が立ち合いを始めたあたりじゃな。ほぼ最初からじゃないか。それなら助け舟を出してくれたっていいだろう。右目の治療についてはお主から提案した方が受け入れやすいと思ったのじゃ。あそこまで否定されるとは思わなかったよ。重要なのは右目の治療という見た目の問題ではない。アリスが抱く内面の問題じゃ。アリスが右目の治療を拒む理由について何か思い当たることがあるのか？うむ、実はあの右目、一度わしが回復させているのじゃよ。アドミニストレーターを倒した直後、お主やユージオと共にアリスの傷を治療した。その時にな。ならどうしてアリスの右目は治っていないんだ？治癒術は確かに行使した。つまりアリスの意志がそれを拒んだのじゃ。おそらく右目が元に戻ることでアドミニストレーターへ立ち向かうと決めた時に抱いた決意や、お主らと共に戦ったという事実までもが消え去り、元の人形同然の状態に戻ってしまうと、そう考えているのかもしれん。そんなこと。うむ、右目の有無は関係ない。治療したとしてもアリスの決意は失われはせん。だよな。でもアリスがカーディナルの治癒術を拒んだってことは、アリス自身が心の奥底で恐れているのじゃろう。右目を元に戻せば何もかも元に戻ってしまうのではないかと。つまりアリスは以前の自分に戻ってしまうことが怖くて、未だに右目を治さないでいるってことか。おそらくじゃがな、決意の証を残しておきたいというアリスの主張にはそういう意味も含まれておったのじゃろう。あんなに堅くなに拒んでいた理由がようやく分かったよ。右目の治療でアリスの決意は失われない。とはいえ、まずはアリスに自信を持たせないとな。そうすれば治療に踏み切れるかもしれない。じゃが容易ではないぞ。わしの治癒術を拒絶するほどにあやつの恐怖心は大きい。ああ、俺だけじゃ無理だろう。でもあいつにも協力してもらえばきっと。アリス、少し時間いいか？さっきの話についてなんだけど。右目の話ならばもう終わったはずです。立ち合いで手を抜いたことに対する謝罪であれば聞きますが。それについてはごめん。
けど右目を直してほしいっていうのは変わらない。ですからそのつもりはないと言ったはずです。いい加減理解してください。でもアリスだっていつまでもそのままにしておくわけにはいかないだろう。別に一生直さないわけではありません。まだその時ではないというだけです。ならその時はいつ来るんだ。いつになれば今の自分が失われる恐怖に怯えなくなるんだ。な、私が怯えるなど決してそのようなことは。アドミニストレーターとの戦いの後、カーディナルは治癒術でその右目を治そうとしたんだ。けどそれは効かなかった。おそらくアリスの意志が治癒術を打ち消したんだと思う。それは本当なのですか。私が恐怖ゆえにこの目が戻ることを拒んだと。理由に関しては推測じゃがな、わしの治癒術でアリスの右目が治らなかったのは事実じゃ。そんな、知りませんでした。私は無意識のうちにそこまでの恐れを抱いて。キリトはキリトなりにお主のことを心配し、そして力になりたいと思うておるんじゃ。それはわしも同じこと。どうか話してくれんかの。カーディナル様、二人がおっしゃる通り、私は不安なのです。再び右目を失う前の自分に戻ってしまうのではないかと。規則を疑うこともなく言われた命令をこなすだけの、何も考える必要のない人形に戻ってしまうのが怖いのです。アリス、大丈夫だ。右目を治療したからって君が抱いた決意は失われたりしない。ありがとうキリト。けれど私はそのことを理解はしているのです。分かっているはずなのに、考えるだけでどうしようもない不安感が拭えないのです。キリト、一体どうすればこの感覚を払拭できるのでしょうか。それはわからない。俺がアリスにかけられる言葉には限界があるし、答えを示すことは難しいと思う。そんな、あくまでも俺の場合はって話だよ。アリスに共感し自信を抱かせる適任な人物が他にいるんだ。アリスのように氷教会と戦う決意を抱いて、その上で失った右目をすでに治した奴がさ。まさかユージを。ごめんアリス、盗み聞きしてるみたいで心苦しかったんだけど、アリスに右目を治してほしいっていうのは僕も同じなんだ。だから少しでも力になりたいと思って。仕方ありません。それにキリトの指示でしょうから、怒るならキリトに怒ります。それはほら、大人数で押しかけても悪いかなって。まったく余計な世話ばかり焼きますね。キリトは同感じゃ。二人ともやめてくれよ。とにかくアリスの不安や恐れなんかはユージオの言葉で解消されるんじゃないかと俺は考えている。そうですね。ではユージオ、あなたに聞きたい。あなたはその私が抱いたような不安に襲われなかったのですか。残念だけど僕はその質問の答えは持ってないんだ。僕は禁忌目録を犯したことの混乱が残る中で気づいたら治療を受けていたようなものだからね。状況もよく飲み込めてなくて、右目を治すことに対して意味なんて求めなかった。でも一つだけ確かな事実がある。それは僕の決意は変わっていないということだよ。本当ですか。右目を失った時からずっと変わらず。うん、アリスも当然知っている話だけど、僕は修験学院で他の生徒を切ってしまった。ええ、それを突き止めた元老院の指示で
私は修剣学院へ向かったのです。僕はライオスとウンベールの行いを目の前にしながら、初めのうちは何もすることができなかった。ティーゼたちを助けようとすれば採血権を妨害することになり、僕は罪を犯すことになる。生まれてからずっと正しいと思ってきた法を、禁忌目録を破ることなんてできっこない。それでも目の前には助けなくちゃいけない人がいる。あの時の感覚はどう表現したらいいのかな。その感覚は以前から私にもありました。人界を守ろうとするおじさまの苦悩を前に、私もたびたび焦燥感を覚えることがありました。もちろん氷協会への範囲に至ることはありませんでしたが。うん、僕もそうだったけど、思い出したんだ、キリトの言葉を。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだね、キリト。恥ずかしいな。とにかくその言葉を思い出して決意したんだ。目の前で救いを求める人を助けるんだって。たとえそれが禁忌目録に逆らうことだとしても、今はそうすべきだと僕は思ったんだ。すごいよ優勝は。褒められるほどのことかはわからないけど、僕はその時抱いた気持ちを絶対に忘れない。右目を失った時に抱いた苦悩や疑問、それを乗り越えて手に入れた決意は変わらず僕の中にある。だからその思いは絶対に失われたりしないし、右目がどういう状態だろうと関係ないと思うんだ。僕が僕らしくあり続けようとする限り、この決意は変わらない。つまり自分の決意を信じるしかないと。うん、アリスも思い出してほしい。右目を失った時に自分が何を思って何を決意したのかを。その思いはアリスにとって大切なもので、絶対に失われることはないんだってこと。そうですね、私は全てを失う覚悟で最高司祭様に抗うと決意したのです。反逆の証として痛みを残し続けずとも、その覚悟を失うわけがありません。うん、アリスなら大丈夫さ。ありがとうございますユージオ、あなたのおかげです。いや、ごめん、なんだか偉そうなことを言っちゃって。あなたが語った思いは全て事実なのでしょう。それならば謝ることなどありません。むしろ謝るのは私の方です、カーディナル様。覚悟は決まったようじゃの。ええ、治療をお願いします。もちろんじゃ、そのために来たんじゃからな。ありがとうございます、よろしくお願いします。ああ、では行くぞ。これでよい、ゆっくりと眼帯を外してみるのじゃ。どうだアリス。アリス。倒しましょう最高司祭様を。私はこれからも人界の人々のためにそうあり続けます。アリス、成功したようじゃな。ええ、三人のおかげで右目とともに自信を取り戻すことができました。私たちの手で今度こそ人界を救いましょう。ああ、よろしく頼むぜアリス。さて、出発の準備は整ったけど、メディナは大丈夫かな。一度様子を見に行くか。
メディナ、東帝国へ向かう準備は無事に終わったか？キリトか。すまない、こちらから声をかけるべきだったのに。いやいや、気にしないでくれ。そうか、準備の方は終わった。正確には私の分はという意味だけどな。どういうことだ？最近の度重なる魔獣の被害や近衛兵の治療なんかで王都にある薬が不足しているらしいんだ。そこで氷協会の修道士や修道女たちが大急ぎで素材を集め薬の生産を行っているそうだ。なるほど。暗黒騎士官目撃された場所までは距離もあるし、修道士たちの作業が終わるまで遠出は無理そうだな。ああキリト、ちょうどよかった。お前さんに頼みてえことがあるんだよ。さっき北帝国で魔獣の発生情報が入った。そいつは厄介でな、東での本格的な調査活動に入る前に解決しておく必要がありそうなんだ。少年、頼めるか？わかった。それじゃあ冒険者のみんなに調査してもらいつつ、早めにその魔獣を片付けてから向かうよ。よし、それじゃメディナのお嬢ちゃんも少年と一緒に行ってきてくれるかい？私もですか？ああ、お前さんたちの剣の相性はなかなかだって見込んでるからな。わかった、行ってくるよ。ベルクエリ様、ありがとうございます。ん？なんで霊なんぞ言うんだ？ほら、早く行ってこい。それじゃあ行こうか、メディナ。ああ。はい、それじゃあね、長いパートも終わりまして、今回はここまでにしたいと思います。いや、今回いろいろありましたね。メディナさんとの対決やラシュゴリュウとの対決で、シェータさんとの戦いで、あとハーシリアンとももう一回やらかしましたよね。いや、1回目はね、武器弾かれてましたけど、2回目の対決ではちゃんと真意の盾を打ち破ってましたね。はい、というわけで今んとこやっぱり攻撃通じそうなのはキリトだけなのかな。まあ、とりあえず、次回は東帝国の方に向かいたいとこでしたが、ベルクーリさんから北帝国まずは魔獣退治行ってくれということで、メディナさんと、まあ、和解もしたんでね、2人でやっていきたいと思います。まあ、もちろん他のパーティーも入れていますけどね。はい、というわけで今回はここまで。それではまたよかったら、見に来てくれると嬉しいです。皆さん、それでは失礼します。